今より第65回ヤマシン 3P 賞の表彰式を始めます。このヤマシン 3P 賞は各分野で輝かしい功績を挙げ、県民に希望を与えた個人団体を平和、ピース、繁栄、プロスペリティ、進歩、プログレスの英単語の頭文字 P で始まる3部門で称えようと、山形新聞山形放送が創設したのでございます。ここに第65回ヤマシン 3P 賞を送り表彰します。ありがとうございます。今回いただいたことに感謝を申し上げ、そして今後私たちはますますその力を県民のために、また社会のために貢献をしていきたいというふうに思っております。第65回ヤマシン 3P 賞受賞者特別講演会を開催いたします。自由に交流できる日が再び来ることを願います。